こんにちは、カッサンです。この動画は AK2 級合格、偏差値60以上、共通テスト 80% 以上を目指す人に向けた動画です。毎週10個ずつ英単語の覚え方をアップしていきますので、面白いなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。今日覚える単語はこの10個です。一瞬で脳にこびりつけていきますよ。レッツゴー。最初の単語はこちらです。アブゾーブ、吸収する。皆さん突然ですが、油をこぼした時に何で拭くか知ってますか？新聞紙？ダメダメ。ティッシュ？ベトベトになるよ。正解はね、雑巾なんですよ。なんでかというと、油、雑巾で吸収する。ねえ、アブゾーブ、吸収する。はい、覚えたー。続いての単語はこちらです。トラスト、信頼する。皆さん、家族でね、出かけるときって誰が最後に鍵閉めますか？僕のね、幼少期で言ったらね、やっぱりお母さんなんですよ。僕とか兄貴とかね、おとんもそうですよ。もうふわーっと何も考えずに出かけて、で、それをお母さんは窓の鍵とか火の元とか全部確認してラストに出てくるわけですよ。僕たちはそんなお母さんを信頼してたんですよね。と、ラストに出る人を信頼する。お母さんありがとう。トラスト、信頼する。はい、覚えたー。続いての単語はこちら。ビヨンド、何々を超えて。これはね、言うてもてるやんシリーズ。ビヨンド超えて、ビヨンド超えて。はい、覚えたー。続いての単語はこちらです。プロモート、促進する。これは知っててやるシリーズ。はい、そうです。プロモーションです。プロモーションっていうのは映画のプロモーションとか商品のプロモーション活動っていうのは聞いたことあるんじゃないですか。あれは販売促進っていう意味なんですね。なので動詞のプロモートは促進するっていうふうになるわけです。プロモート、促進する。はい、覚えた。続いてる単語はこちらです。リタイア、退職する。これも知っててやるシリーズですよね。はい、そうです。リタイアです。リタイアはマラソンとかの途中棄権を思い出すと思うんですが、まあ、その意味もあります。ただ入試に出るのはこの退職するが重要なんですね。しかも定年退職で使われます。ここ注意なんで覚えておいてくださいね。リタイア、退職する。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。プレイズ、褒める。こちらは語源的に見ていきましょう。はい、プレイズの語源はプライスと同じ同語源で価値という意味があるんですね。確かにプレイズとプライスって似てないですか？プライスが価格って意味になっているのは価値に金額をつけたものですよね。そしてプレイズの方は価値を認める、それが褒めるっていうふうになるわけです。プレイズ、褒める。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。アシュア、確実にする。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。はい、最初の A の部分は方向や対象を表すものです。そして sure というのはあの形容詞の sure、 確かなという意味ですね。ですからこれもそのまんまやんというやつですよね。何かを確かにするってことで確実にするですね。 assure、 確実にする。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。 impact、 影響。これは知っててんシリーズですよね。はい、そうです。インパクトを与えるとかってね、言いますよね。インパクトっていうのは衝撃っていう意味で捉えてると思います。で、もちろん衝撃という意味もあるんですが、入試では影響の方を押さえてほしいんですね。強い影響のことが衝撃なので、ただの影響もあるんだと思ってください。インパクト、影響。はい、覚えた。続いての単語はこちらです。フィジカル、体の物理的な。これは知っててんシリーズですよね。はい、そうです。フィジカルって聞きませんか？フィジカルを鍛えるとかフィジカルトレーニングっていうのは、あれは体の身体的なトレーニングってことですよね。そして物理の教科書を見た人はフィジックスっていうのを見たことあるじゃないですか。このフィジックスは物理という意味なんですね。で、物理的なっていうのがちょっと分かりにくい人は
物理的じゃないものっていうのを考えてください。物理的じゃないものっていうのは幽霊とか精神とか形がないもののことが物理的じゃない。そしたら物理的っていうのは形があるもののことです。それが体とか肉体とかになるわけですね。フィジカル、体の物理的な、はい、覚えた。はい、最後の単語はこちらです。スペシフィック、明確な。こちらもパーツに分けて見ていきましょう。最初の部分はこれは見るという意味があります。これはリスペクトのスペクトと一緒の語源です。尊敬する人というのはお手本にするために何度も何度も見ますよね。そして I see、 最後の部分というのは形容詞を表しますから、はっきり見えるということは明確なとなるわけです。スペシフィック、明確な。はい、覚えた。ここまで見てくれた人でいいなと思った人はグッドボタン、そしてチャンネル登録もお願いします。それではフラッシュカードで脳にこびりつけちゃいましょう。レッツゴー。はい、お疲れ様でした。今日覚えた単語はこの10個です。動画を止めて覚えてるかどうか確認してみてください。いやー、脳にこびりついちゃってますね。単語のリクエストがあればコメント欄で教えてください。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、覚えたー。